F1 第6戦マイアミ GP 決勝5日。マイアミオートドローム、5412キロ ×57 周。ペンルイス・バスコンセロス。マクラーレンのランドノリス、24、イギリスイコールが5番グリッドからの逆転で、悲願の初優勝を果たした。F1 デビュー6年目、110戦目での初部位は、史上8番目タイの遅い記録。やっとだね。 チームに感謝したいと波願した。体育アップグレード、進化版部品、投入により高ペースを発揮し、セーフティーカー、SC が出るタイミングにも恵まれた。ポールスタートだったレッドブルの王者マックス・フェルスタッペン、26、オランダイコールは2位に終わった。とうとう勝ったぞ、パルクフェルメで鈴なりになったマクラーレンのスタッフらに、 ノリスが思いっきりダイブした。何度も頭を叩かれ、そのまま胴上げに。もみくちゃの手洗い祝福を受けながら、マクラーレン一筋6年目の初ウイナーはそっと目頭を拭った。本当に誇りに思う。過去5年の短いキャリアで多くのミスを犯してきたけど、ついにチームと一緒にやり遂げたんだ。ずっとマクラーレンを信じてきて、 その正しさを証明できたね5番グリッドから1周目に6番手に落ちるもタイヤをマネジメントしながら好ペースを披露先行者が次々とピットインして27周目に先頭に立つと29周目に他社のクラッシュでうまい具合に SC が入りすかさずタイヤを交換トップを持ったまま33周目の再スタートでフェルスタッペンの猛攻をしのぎ 最後まで逃げ切ったチームが素晴らしい仕事をしてくれた小さな進歩を積み重ねて完璧な一日を迎えた昨年はここで予選 Q2 にも進めなかったんだからねと感謝前日のスプリントで他者に玉突きされリタイアした悔しさも最高の形で晴らしたマクラーレン育成から2019年に F1 昇格 前戦までに表彰台15回、若手実力派として評価は高い。一方、ゲーム好きで、コロナ禍の20年には自分で頭を丸刈りにする様子をネットで生配信するなど、お茶目な人気者でもある。ゴール後、他の選手らが続々とノリスのところへ駆け寄ったのはその証だ。本人は21年ロシア GP でトップ走行中に雨にたたられ、 初優勝を逃した経験も踏まえて、肩の荷が下りた。ノーと言いたいけど、イエスだねと喜びに浸った。先週オランダで参加した祝賀行事中にガラスで鼻を切り、今大会は顔の真ん中に絆創膏をつけての激走だった。今夜はすぐ飛行機に乗るつもりだったんだけど、ザク、ブラウンチーム最高経営責任者が明日にしようって、 今度の初 V 位祝がは鼻のかすり傷じゃ済まないかもしれないけど一生に一度だからね。とことん楽しむよとドンちゃん騒ぎを予告した。